おはようございます。1月11日ですね。1月11日、気温が 5.9、湿度 53%、 室温が 21.2、湿度 20% ですね。もうカラカラって感じですね。絶対湿度で 3. 何中数字なんで、1立方メーターあたり3グラムか4グラムしかないという状態ですから、カラカラって感じですね。はい、春ブレンド、今日の、コーヒーは春ブレンドにしました。で、今日の格言、クレームは進歩の第一歩にしなければならない。クレームは進歩の第一歩にしなければならない。まあ簡単に言うとあれですよね。クレームって多かれ少なかれ、まあというよりはクレームというよりもミスって多かれ少なかれあるんですよ。全くなくすというところまでは、難しいですよね。ただできる限りなくすっていうことが大事なことだと思うんですけど、でたまたまちょっと、クレームというかもらいましてですね。で素直にそうだなと思うわけですよ。実際にもうなんかがよくあるクレームは、クレームというか怒られるのはなんつうんですかね、こうネットの注文で、商品の入れ忘れとかなんかありますよね。あとやはりこのコーヒーとかなんか袋とかなんか静電気があって、髪の毛が入ってたよとかいうのも、あるんですね。で今回そういうのがあって、すごい申し訳ないなっていう、思うわけですよ。で一番にはちょうど仮店舗でやってた時であったりとかなんか、結構今は帽子をかぶるようになったんですけど、これなんでかっていうと髪の毛対策なんですね。髪の毛対策で、帽子をかぶるようにしたんですけど、結局、昔はそういうことまでしてなかったんで、髪の毛が抜けて、たまたま袋とかなんかって、静電気が強いんで、ビニールというのは静電気強いんですね。絶縁体で、で静電気が強いので、特に乾燥してたりなんかすると静電気が強くて、髪の毛とかなんか引っ張ったりとかして、ということでクレームが起きてしまったりするわけなんですけど、大事なことは実を言うとこの受ける側よりも、それを伝える側の方がすごく大変だということなんですね。勇気がいるし、やっぱなんつうんですかね、このクレームを出す側って、こういうとこを改善した方がいいですよっていう本当にこう気持ちで出してくれるわけですよ。で当たり前ですけどこちらとしては言ってもらわないと知らないんですよね。そういうことがあったことすら知らない。で起きた側、つまり起きた側っていうのは、お客さんの側なんですけど、それって結局自分が目をつぶれば、それ自体がなかったことになっちゃうんですね。でそれだと、お店にとっては全く何も、変わらないんで、それは本当に良くないことで、やはり、お店にこういう問題があったよっていうのを伝えてくれないといけないんですね。だけどそれってお客さんの側からするとすごい心苦しくて、
勇気がいることなんですね。だから逆に言うとお店の側はそれを、受けた時にはできる限りのことをしなきゃいかんと僕は思うわけですよ。特にまあ一つにはまあ例えば、商品の入れ忘れみたいなものはもうとにかくごめんねって言って、商品をまあ適当に余分に入れてバーンと送っちゃうみたいなノリで、まあこれは単なるポカなんで、まあそんなに、大きなことではないと思うんですけど、やはり髪の毛が生えたりとかなんかすごく大きなことなんで、そういうことが起きないようにするやっぱり工夫をしていかなきゃいかん。で、まあそういうことで、まあここの、ね、コーヒープロを新しく店へ、出来上がった時に、帽子をしっかりかぶってエプロンをしてみたいな、感じに、改善したんですね。改善っていうか、まあ代表がそういう風にしようみたいな感じにしたんですね。それは何でかっていうと、やはり、人間髪の毛は落ちるものなんですよ。だからそれを落とさないようにするにはやはり、帽子を、きっちりかぶって、髪の毛が落ちないように、結局落ちた髪の毛っていうのは基本的には静電気で引っ張られるっていう性質持ってるんで、例えば、湿度を上げて、室内の湿度を上げて、静電気を起きないようにするっていうのも一つの方法だし、例えばコーヒーミルのように静電気を、強く、出すものに関しては、アースを取るとか、まあいろいろな、工夫の仕方はありますよね。だからそういう工夫を、少しずつやって、できる限りそういう、クレームが起きないように、まあ、改善していかなきゃいかんなと。で、大事なのは結局クレームはしゃあないと、まあ、起きてしまったことを悔やむのはあまり、得策ではないんですから、起きてしまったことはごめんなさいで、しゃあないとして、それが今後起きないようにするためにどういう方法があるんだろうかっていうのをやっぱり考えることが、大事なんじゃないのかなという気は思うわけですよ。まあその対策が、まあある意味髪の毛に関してはやっぱりこの帽子っていうのが一番有効的な手段かなという気は今のところはしておりますけどね。まあだからといって絶対に、そういうことが起きないというふうに、思ってるかというとそうではなくて、まあ起きる可能性が、10分の1に減ったかなというふうなぐらいのつもりではおりますよね。実際に完璧に、なんつうんですかね、その例えば髪の毛落ちないようにするために、じゃあみんな坊主にしましょうみたいないうわけにもいかないですから、基本的には、髪の毛が、落ちない工夫として、まあ、今の帽子をかぶるっていうここが、まあ、多分限界かなと思いますけどね。まあもっと、例えば衛生面に行ってて言うんだと、入り口のとこにエアでこのゴミを飛ばすっていう、部屋を設け、そこを通過させて、入るっていう方法もありますけども、さすがにコーヒー屋でそこまでのことはまず、ないので、そこに関してはもう今の段階では、まあ、帽子で対策っていうか対応するのが、まあ、今のところはベストかなというふうには思っていますね。だからとりあえず
あれですね、お客さん方には、まあクレームはどんどん、出してほしいと、うん、別段クレームとして考えなくて、ただ単に、お手紙としてみたいなつもりで、出してもらいたいな。でそれに対して、こっちも、少しでも修正してですね、で、できる限り、その修正によって、レベルアップ、つまりサービスのレベルアップっていうのを、やっていきたいなと思うわけですよ。特に、少しでも、工夫して、直せるものはやはり直していくべきだと思うし、その、工夫して直せる、種となるのがある意味クレームというものなんで、そのクレームっていうものがなければ結局は、僕らも、修正することを怠ってしまうと思うんですよね。だからそういう意味合いで言うと、今回、お客さんから、クレームというか、まあ、メールをいただいて、すごく、感謝しとるわけですよ。でせっかくだから本当は住所まで分かったら、コーヒーとかなんか、まあコーヒーとかなんかしか、まあ大体うちは送れないですけど、そういうものをこうあげたいなというふうには思ってるんですけどね。できればメールに住所をもう一回書いてもらえるといいなみたいな感じには思ってます。はい、とりあえずコーヒー入りました。ハルブレンドですね。あ、ちなみに、ハッピーバレンタインセット、予約受け付けております、一生懸命、今、代表の方は焙煎の方を今スタートさせとるわけですが、おはようございます。今焙煎を代表の方が今、やっとるわけですが、これも、玉木の方の、バレンタインセットのために、焙煎機の、テストを繰り返しているわけですね。そういう、結果がですね、玉木の商品の、レベルアップに、つながっていくと感じですかね。現在、ハッピーバレンタインセット、予約受け付けておりますので、よければですね、予約注文、お願いいたしますという感じですかね。はい、とりあえず今日はまずはここまでにしましょう。カップに一服入れちゃった。はい、ということで今日はここまでします。